アイスクリームってもすごくこれはですね、まあ、軽いムースの中にこれだけ食感のあるものがたくさん入ってます。だから結構ね、食感を楽しみながら食べることができます。残念ながらね、試食ができません。じゃあ自分で作って食べてみてください。でこのように絞ってもらったら、このまま平らに流します。でこのまま、冷凍庫で凍らせると出来上がりです。であのままですね、冷凍庫に入れて、まあ、ラップをきれいにかけるときはずっと保存できます。まあ、匂いがつかなければいい状態で保存できますので、まあ、少量っていうのは多分作れないと思います。やっぱり作ったらやっぱ10個とか、このぐらいは最低作んないと作れないと思います。で、いっぺんに10個食べる人はあまりいないと思いますから、あのそのままラップでくるんで、ちゃんと空気に触れないようにしてもらってしまっておけば、お客さんが来た時にポンって出して、食べることができます。次はですね、飾りの部分で、下の方に、シュクルヒレと書いてあるものがあります。それを、今作っていきます。今もこちらに鍋にかけてありますが、砂糖 250g、水飴が 100g、水がですね、75cc 入っています。それがこちらです。で、同じ配合で、これ4倍の量をやってます。これでちょっとですね、飴の飾りを、簡単なものを作りたいと思います。で、その飴の飾りの方は、こういうキャラメルの色素があります。これをですね、沸騰した時点で入れます。160度まで煮詰めます。150度ぐらいから、大体大丈夫な状態になります。大体飴の形になる温度です。今ですね、135度、140度まで来てます。で、雨というのはやっぱりあの湿度に弱い、雨が降ってたりすると非常に弱いです。で、今から作るものはシュクレフィレっていうのは雨の糸、要は綿菓子みたいなものを作るわけです。だから非常に細いですから、もうすごく雨が降ったりすると溶けてしまいます。まあ、今日みたいに冬で乾燥してて、皆さんも肌がちょっとカサカサするなと思う時が一番雨にはいい。はい、160度になりました。ちょっと氷水もらっていいと思います。ちょっと粗熱を取ります。で、これをですね、糸状にして、この今用意したこのホイッパーの絵がここに用意してありますが、ここに振っていきます。ここにいるとでも熱いけどいい。このように飴がとろみがついてくると、こう糸のようにこう切れないで落ちていきます。このぐらいちょっととろみがつくまでします。そしたらですね、この絵の上にですね、これをで、これをこう外しますと、このまんまくるりくるりと巻いて、でこの時ですね、振り方としてはこの力をあまり入れないように、もうブラ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 、ちょっと中気になったようなそんな感じがちょうどいいです。結構ですね、皆さんもうやる時にはもう力が入ってしまってですね、よくあるパターンが、いくぞ全然あの触れてない、これになりますんで、もっとリラックスしてもらって、もうこのまんまこれをこうやって振ってもらえる、
なり乾燥してます。パリ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 。これが冬場やるともうベト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 この時点でもいきます。あとですね、ちょっと、ドーム状の飴も作ってみましょうね。こういうレードルにですね、油、サラダ油を敷いておきます。そこにですね、格子状に絞ります。そしたらですね、このままだとちょっと壊れやすいんで縁だけ縁取りします。縁に飴を一周、畳みありますか、この時間との戦いで飴がちょっと時間がかかっています。時間内に終わるでしょうか。非常に危険な状態です。さあ、このまんまです。そしたらですね、ちょっと仕上げをしていきましょう。であとそこの配合に書いてある、トーストフランボワーズ、これはあらかじめ作っておきました。作り方だけ説明します。フランボワーズのピューレ、グラニュー糖、水、これを、一緒に沸騰させます。ただですね、その横に書いてあるコーンスターチ、これをですね、水で溶きます。だから 350cc の水のうちの 50cc ぐらいはコーンスターチを溶く水で別にしといてください。で、沸騰したところに溶いたコーンスターチを入れます。で、もう一度沸騰させる。で、最後にレモンジュースを入れます。コーンスターチは、まあ、中華料理でいう要は水溶き片栗粉と役目を果たします。だから結構、少しとろみがつきます。これはデザート用のソースはあまり柔らかいと、やはりお客さんとかにこうやってサービスを持っていく間に柔らかいとこうツーツーと流れると、きれいに仕上がりませんので、それでとろみをつけてます。でこのソースをお皿に、ただここに、先ほどの、ぬかグラッセ固まってます。結構これ硬い方がですね、食べた時に中の、ナッツとか結構食感があるものです。だ結構ね、硬いうちの方が硬いもの同士があった方が、すごく食べた時にバランスがいいです。クリームが柔らかくなってしまうと